夏リーダー、はい、はい、皆様に手紙を書かせていただきましたので、ちょっと持ってきますね。皆様に、はい、なるほどね。いや、じゃあメンバー勢ぞろいして、そしてドアラさん、シャオロン、ホロンもいる中、この前で夏リーダーから代表して挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。本日は私、チアドラゴンズ20周年記念感謝祭にお集まりいただきまして、本当にありがとうございました。楽しんでいただけましたか？ありがとうございます。チアドラゴンズ20周年記念感謝祭をこうして無事に終えることができ、とても嬉しく思っています。中日ドラゴンズのオフィシャルパフォーマンスチームとして続いてきたチアドラゴンズの歴史は、私も想像することができないぐらいとても大きなもので、改めて20周年の記念すべき年にこうして活動させていただけているのも、いつもどんな時でも私たちを応援し続けてきてくださったドラゴンズファンの皆様のおかげであると思いました。また20年という歴史を一歩一歩進まれてきた歴代のチアドラゴンズの先輩方に本当に本当に感謝しています。4年前、私がチアドラゴンズに入って一番最初に驚いたことは、ファンの皆様の温かさです。皆様に声をかけていただき、応援をしていただけているおかげで、私たちは毎試合グラウンドに立てています。これからも皆様が私たちにくださる愛を、全力のパフォーマンスをすることによってお返ししていきたいと思っています。2017年シーズンも残りわずかになってしまいましたが、最後の最後まで私たちと一緒に全力で名古屋ドームを盛り上げていきましょう。そしてこれから何年も何十年も変わらずチアドラゴンズへ愛を送り続けてください。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございます。以上でいいですか？続いてもいいですか？続けるんですか？実はまだ手紙を書いて。続けてください。はい、続き読ませていただきます。ありがとうございます。ファンの皆様はもちろん、家族、友人、応援してくれる皆様には本当に感謝しています。ここからはいつも私たちを支えてくださっている方々に、普段なかなか言えないので、この場をお借りしてメッセージを送らせてください。やめた方がいいですか？続けていいですか？なんか感動的な音が流れてるので読ませていただきますね。お茶ください。はい、今私たちがこうして活動させていただけているのも、いつも温かいサポート、優しく丁寧なご指導をしてくださる皆様のおかげです。滝マネージャー、子供っぽくやんちゃな私たちを見捨てることなく、いつも優しく見守ってくださって本当にありがとうございます。そのこわもての表情の中に優しさがたくさん詰まっていること、私たちはみんな知っています。その優しさに甘えすぎないように、これからも頑張っていきます。最後までご指導よろしくお願いします。うち先生いた。ここまで先生についてきて本当に良かったです。ダンスの技術はもちろん、社会人として大切なことをたくさん教えていただきました。メンバー全員、先生のことが本当に本当に大好きです。これからもついていきます。よろしくお願いします。そして球団のご担当である水野さん、アジュアさん、いつもいろいろお手配いただきありがとうございます。衣装はもちろん、私たちが普段試合で当たり前のように身につけているもの、遠征時の新幹線チケットからホテル手配など、
また何よりも私たちに大好きなダンスをさせていただけている環境、本当に感謝しています。ありがとうございます。私たちの活動のプロゆっくり進めてください。押してないから大丈夫。後半は大丈夫ね。はい、なお
企画チケットをお持ちの方でその権利を行使していないという方いらっしゃいませんか？企画チケットをお持ちの方、ぜひですね、全ての皆様をお見送りさせていただいた後対応させていただきますので、企画チケットをお持ちでもまだ権利行使していないという方は入り口のところ、お花があるところにスタッフがいますので、どうぞその旨お伝えいただければと思います。皆様のサイン入りでしたっけね、色紙であったりそういった特典を、後ほど対応させていただきます。ではまず1列目の皆様、準備整いましたらご起立いただきまして、あちらですね、お進みください。私どもはそれでまずこのステージからお見送りさせていただきます。どうぞお進みください。ご参加ありがとうございました。ありがとうございました。皆様お忘れ物にお気をつけてお帰りください。一部でも非常にたくさんの忘れ物が出ました。帽子